人々の心に響く音楽。それは遠い昔から続く世界共通の言葉。音楽を通して人々の心を和ませる福岡シンフォニーホールは、森の中へ入り込んだような深い落ち着きを感じさせる本格的クラシック専用ホール。優雅なシャンデリアが非日常の空間を演出。世界一流のオーケストラも絶賛するこのホールは、バレエやオペラ公演のほか、各種講演会などにも対応可能なプロセニアム形式へ転換できるホールです。福岡というか博多にいらっしゃる人のまさにオアシスだと思っています。砂漠を旅する人が水がないとその場で倒れてしまうように、こういう美しいホールがあるからこそ、福岡っていうのは光り輝いてると僕思うんですね。文化っていうのはそういうオアシスがたくさんなければならないんですけど、なかなかオアシスまでたどり着けないホールがたくさんあるのは残念なことです。しかしながらここは本当に旅人に素晴らしい、なんて言うんでしょう、命の水を与えてくれる、そういうところだと思いますし、心にも心の中にもなんかその灯火を宿して、それを家に持ち帰ってよかった、そして次の、生活の糧になるような、そういう偉大なものをホールは持っていると思いますね。だから福岡の方々本当に羨ましく思います。